ジョニートーク。ジョニートーク、はい、ボリューム21です。よろしくお願いします。お願いします。ベースのベルです。ピアノボーカルドンです。トイレに行くのを忘れました。トイレ行きますか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。20分間我慢する。寒くてね、なんかだんだん寒くなってきてさそうなんですけど、まあ、時間もなかなか迫りますんで、はい、早速やっていきたいな。はい、よろしましゅ。え？よろしましゅって言っちゃった。前回の、はい、プリプル音源を聞いての感想から、はい、うん、歌がダメだという感じになったんで、あなたが勝手になったけど、まあ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 そうね、まあ、ダメってことはないけど、こ、うん、こういう機会がさ、うん、でもないとさ、ほら、うん、なんつうの、こう向き合わないかったりするから、ああ、はい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 、いい機会かなと思って、はい、今回は、はい、グロイングアップかけってことで、グロかけ、そう、ボイストレーニング編、ボイストレーニングね、はい、俺がコーチやるんでしょ、そうそう。だって同じバンドだからさ、同じバンドだけど俺ボイストレーニング、うん、お願いします。あのね、でもね、うん、確か翔太くんの奥さんが、うん、はい、ボーカリストで、はい、確かそういうなんかレッスン教室みたいなのやってるので、はははは、で、まあ、身内だし、うん、行こうかなと思って、あ、行ったらいいじゃん、うん、と思ったんだけど、うん、そのなんだろうな、できないっぷりをね、もう一回ちょっと再確認しようかなとかなと思って、はいはいはい、はい、でやっとこうかな。なるほどね。今日はね、ボイトレね。そうだから、あの今日はピアノがねありますから、はい、それで、そう、それでなな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 なみたいなやつをやっていけばいいんじゃないの、はい、課題は正しい音程をパーンと出すだから、ちょ、それもあのトップクラスで難易度高いんですけど、俺にとっては単音、単音、単音、うん、単音急に合わせるのむずいと思うけどな。それ、え、それん、今 何種類の音出しましたか？5個。1でお願いします。え、嘘。もっとむずいと思うよこれ1。じゃあここちょ、な、ちなみに、ちょ、なんかさ、エフェクトかかってないそれ。かかってない。かかってないの？そう。だからさっきも言ったじゃん。ベンドしちゃダメだよ。ベンドなんかねえんだよこれ。あの、はい、歌い始め、ボーカリストとして、はい、まあ、ほら、多分自己認識的にはあんまボーカリストって感じしてないかもしれないけど、うん、一応こうメインで歌を歌ってるじゃんか、うん、歌い出した時ってなんかトレーニングとかしたの？発声とかさ。いや全く。いや学校ではしたかな、多少。専門の時？そう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 。あ、そうなんだ、うん、じゃあその時の記憶をこう、うん、掘り起こしてですね。もう10年以上前だけど。そういえばこんなんやったらみたいな、はい、超初心者にふさわしい、うん、はい、ぴったりな。俺が習った記憶あんのって、うん、ラジオだったら全く伝わない、スーとかっていう練習。伝わんねとか、あの腹筋の練習とか、腹式呼吸の、腹式のね、うん、腹式でも大事じゃない？俺だって大事だけど、うん、映像ないから全く伝わんないと思うよ。ちょっと試しでやってみていい？はい、どうぞ。映像ほら一応ね、あれや、ツイッターにはさ、あ、まあ、ありますから。それともあげるけど、うん、腹式で、ちょっと息吸ってみて、思いっきり、はい、鼻で、口で、口でいいよ、口で。今、うん、出た時に、うん、こう肩がちょっと上がってるじゃん。上がってる、うん、こうすると、うん、息って、吐いて、うん、上下左右に膨らむんだけど、こうやってやっちゃうと横に膨らむんだけど、これだと、うん、肩上がっちゃってると横に膨らんでるんで、これ丸く膨らんでる形になるんだけど、それだとあんまり入んないのよ空気が。そうなの。で、うん、俺は勝手に思ってんのは、うん、で息した時にお腹を前に、あのここの前、はいはい、膨らむ、お腹を膨らむように息吸って吸える、吸った、でこう吸って、肩一切動かずに、うん、お腹だけ膨らまず、でゆっくり吐く、鼻、口、口で、口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 、長くない？これを、うん、なるべく長く吐く。あ、そうなの。そうで吸うときもできれば長く吸うとかってやると、うん、鍛えられるらしいよ。これ癖にするの？うん、癖。だからもう腹式は癖になってるけど。あ、そう。え、うん、普段日常生活でも。うん。へえ。あの腹式で吸った方がいっぱい息吸えるのは間違いなくて、うん、肺がこう縦にこう膨らむの、こうやってグーッつって、で縦に膨らむと、うん、最もそのなんちゅうの、息が入りやすいのね。横隔膜を下にこう押さえつけることによって息をグーッて吸って長いロングトーンとかも出せるようになるみたいな。ほう。ロングトーン
出ないもん。俺もあんま出ないけど、うん、それって結局その息が続く限り出せるわけじゃん、ロングトーンって、はいはいはい、うん、で いかにそのいっぱい空気入ってるかっていうのと、いかに無駄に空気吐かないかっていう、なるほど、ね、やり方で変わってくる。ロックマンでいうと溜めてるかどうかみたいな。ああそうそうそう、そんな感じ。溜め打ちをしてるってこと。みんな歌い手の人は大体こう溜め打ち、溜め打ちで、うん、省エネ魔法みたいな。なるほど。メラソーマ打つんじゃなくてベラベラみたいな。ノーマルのショットでパッ。ノーマルをだずっとずっとパパパ何回もこう。あんつの玉切れせずに出すかみたいな。ああそれもだってくちゃくちゃしてきた。連射機ないと無理じゃん。それを鍛えるために、連射機するために、あ連射機能つけん。連射ではないんだけど。ちなみに話ずれるけど、はい、連射機使うと玉がつながるよね。みつね、テテ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 たりするから。マジっすか。そう、音程ですよね、あなたが問題してるのは。そう、でもほら、あの息が続かないとよれちゃうじゃん、うん、この太い声が出ないみたいなさ。如実に録音されてんだもん、それ。あんた、あれだよね、言葉として如実って好きだよね。如実好き。よく言うよね。あのなんかにょって好きなひらがな言ってくださいって言われたらにょ。まあ、でも俺そんなにボイストレーニングに詳しいわけじゃないから、正しい知識かどうかはあれだけ、正しい知識はまあ翔太君の奥さんに頼むとして、はいはい、はい、どんスタイルをね。俺でも俺のスタイルで言うともう元も子もないけど、うん、いっぱい歌うことだと思うよ。なるほど。でもさあ、それでさ、うん、例えばその腹から声を出してない喉声だとさ、うん、喉潰れたりするわけじゃん、使いすぎたらね。そうそう、うん、昔はそれあった。今もたまにあるけど、あそうなの、潰れるとき歌いすぎたりとかして、あと無理に声出したりとかした。でもただそれも、うん、結局なんだろうな、あのボクシングと同じで、ボクシングの人たちの鍛え方ってさ、ムキムキになってるけどパンチに適した筋肉をつけたするじゃん。あ必要な分だけ、ね、そうで歌ってると当然その歌に適した筋肉のつけたするから、はいはいはい、枯れなくなったりとかはするのは間違いないと思う、ね、なるほどね。結局だからそのどういう風な動き方をしてるかによって、その動きに最適な動きのにつながる筋肉につながるから、はい、やっぱり歌を歌い続けた方がいいということで、はい、今日はひたすら歌いましょうか。これ大丈夫かな、あのなんつーの、聞き苦しすぎて、うん、バンされない。それ血も涙もないよ。あの AI もそこまでね、うん、発達してちょっと聞いてらんない。このチャンネルバン。じゃあちょっと合爆通達タイムを、おマジかよ、丸々歌ってみましょうか。マジで丸まず歌詞置いてるからもね。合ってるこれ、うん合ってる、合ってるよ。はい、どうぞ歌ってください。一音目にゃーにょー、そう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 、にょにょにょじゃないとダメ、にょじゃなくていいけど普通に歌えや。じゃあ、 あのね、多分ね、うん、歌詞ってなると、うん、こうまたもう一個さ、仕事増えんじゃん、うん、あのさ、あれ俺になんかいつも歌詞忘れてるよねとか言ってるけど、違う違う違う、今違うだよ、それはあなたも一緒のバンドの塊なわけで、違いますよ、ちょっと俺今ピッチ取るので、うん、必死だのさ。必死だの。そう、必死なところにもう一個仕事頼まれるじゃん、うん、もうね、こうワンオペも、いやこれだから、もうだから今ベース弾いてないじゃん、はい、もう 歌のワンオペじゃんか、はいはい、あじゃあ、あなたの作った、うんうん、ハローやろうか。ハロー、うん、難しそうだなあれ。そうだね、あでもまあ難しいやつ、あのなんちゅうの、スキーも上級者コースばっかやってれば初級者コース楽になると同じでさ、あのいきなり上級者行ったビギナーは、うん、いや多分そんなに難しくもないから死亡するぜ。じゃあカエルの歌やってみる。えうん、あのちょっと、はい先生、はいはいはい。なぜ一音でやらせてくれないの。一音ってどういうこと。だからトーンって言ってハーとかさ、はい、ハーってタラララーラーとかラララララとかさ、そのぐらいのぐらいからほら。あじゃあじゃあククは早えって、はー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 は
間違えちゃった。でもこれさ、うん、意味ないと思うよ。え、なんで？俺思うけど、普通に歌を歌ってった方がいいと思うよ、うん。あ、そうなの？既存の曲歌ってった方がスピードは速いと思うから。なるほどね。これ意味多分ないと思う。だって本当持ってる曲をやった方がいいと思うんですよ、うん。あのほら、そのピアノから出てる音が、はい、世の中的に正しい音階ってなってるじゃん、うん、これを物差しにして、うん、俺の持ってる物差しをそこに合わせないといけないじゃん、うん、ここメモリがね。それとももっと後じゃない？え、まず歌を歌いやすく歌えるかどうかがだと思いますよ僕は。バンの可能性高くなるぜ。全然バンではないよで結局、うん、あーは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 ーとやってても別に歌うまくなるわけじゃないし、うん、ピッチ取るみたいな耳のトレーニングはそれをだから歌の中でできるじゃん。なるほど。そうそう、いかに自分の音を聞くかだから、うん、じゃあハローを、ハロー、ね、ハローも僕もさ、なんかキー F ってのはどうなんですか。いや、あなたが作ったんだよ。俺の音域はいいの？いや、返した手にはそっとかさ、ちゃうちゃう、あ、あいま、あ、どうぞ言ってください。あいまいな顔、あいまいな、そう、ワン、ツー、サン、ショー、あいまいな顔でそっと寝るハロー、ハロー、返した手にはそっと重ねる、うん、ハロー、ハロー、最愛でこのままこのままハローハロー、大切な思いはちょっと待って、まあ歌詞覚えてないよな緊張すんねこれで。であとね、ちょっと照れがある。照れか。そう、照れはね一番最大の敵だと思うよ。深いですね。うん、別、うん、深いか。こう手前で歌うテレだな。うん、テレだし、多分今、うん、まあ最上級にテレあると思うけど、コーラスやるよりもなって一人で歌わされてるから。そうね。でもなんか思うけど、うん、カラオケでもそうだけど、なんかテレで歌ってるやつ、堂々と歌ってるのがうまく聞こえるんだよね。なるほど。それすげえ大事だと思うから。俺そしたら泳げたいやくんが一番得意だよ。泳げたいやくんどんなやつだっけ？多分そんなおしゃれな感じじゃなかった。の上で焼かれて嫌になっちゃうよまあね、あのなんか綺麗な音が入りすぎてる。入れのおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。絶対違う。こっちに合わせそうになるわけ。だから泳ぎたやつも全くほぼ覚えてない。毎日毎日僕らは鉄板の。もう一回ワン、ツー。毎日毎日僕らは鉄板の上でや。またこれさ。これは引っかかんじゃない？え？これは YouTube どうなの？あ、でももう著作権としかないはずだよこれ。あ、そうなの？うん。え、50年過ぎたみたいな。過ぎたし、あ、うん、引っかかんない。あの同じと思わないから。ひどい言い方だったけど。あ、俺はってなるとなかなかあの急なパターンじゃないの？急なね。急なね。あれだってほらなんかマッキーのさやつはさ、一人で弾き語ったやつはさ、うん、なんか侵害申し立てみたいになってる。100% 引っかかってる。だってイントロ何年だもん。やっちゃったから、そこがもうそうなの。もう完璧にイントロ一緒だから。なるほど、うん、じゃあオリジナルでいきましょう。じゃあ、うん、何覚えてる歌詞。じゃあオルウェイズがいいよ。だってオルウェイズ歌うんだ。ああ、オルウェイズ、うん、そうかそれをまああんなテンポアップテンポじゃなくてもいいから。Yeah.
です。大波って、大波って、波に乗って、波に乗って、風任せ、風任せ、あるがままで、嵐が来ても、嵐が来ても、大きく揺れても、大きく揺れても、やれることをやったら、なるようになれ。見た日々を求めていたよ Always Always 転送に願いを奪ってた Always Always 自由に生きたい。こういう意味ないな、ビメロはな。ビメロない。だあれこれ主旋律を全部歌えばいいんだよ。あでもこれは自分のやる、うん、受け持ってるところの、うん、今の OOS ってあるじゃんか、うん、そこもバシンって一発目出なかったよ。どうしたらいいの？ OOS だからルートを聞くのが一番いいんだけど本当はね。俺が出してるんですか、ルートの理想を取るバペタ OOS OOS 幻想を時間を奪ってた Always Always。 あ、そう、今良かったじゃん。あ、そう、今だってさ、クッてこうなんか下から行かなかった。あ、もうそれはしょうがない。最初はしょうがないし、あ、慣れてきてからだから。なるほど。とりあえずはちゃんと自分の中で納得いくぐらいに歌えるかどうかがまず重要じゃない。あ、幻想の時間を奪ってた Alwaysその中で時間を奪ってた Always Always。 はい、じゃあいいじゃんいいじゃん。まずは恥ずかしがらない。そうですね。まずは堂々と。じゃあサビの方行きましょう。サビの方がちょっと難しいし、うん、なるほど。なおかつメロディもいっぱいあるから、うん、そこを、うん、あ、なるべく丁寧に歌うっていうことを心がけて、一音一音、うん、そうそうそう、ゆっくりいきますんで、はい、はいはい。 Always おこう変わって、こう変わって、波に登って、波に登って、風任せ、風任せ、あるがままで、嵐が来ても、嵐が来ても、大きく揺れても、大きく揺れても、やれることをやったら、なるようになれ。Always こう変わって、こう変わって、波に登って、波に登って、風任せ、風任せ、あるがままで。Always 嵐が来ても、嵐が来ても、大きく揺れても、大きく揺れても、やれることをやったら、なるようになれ。あ、いい感じじゃないですか、でも。いいですかね。いい感じだと思います。プレイバック。無理か。あと15秒で終わるから、この回。これでもな、うん、これさ、今さ、うん、手ぶらじゃんか、うん、ベース持つじゃん、うん、また変わるよね、これね。そうだけど、でもまず手ぶらで歌って、歌がしっくりくるぐらい来るんだったら、うん、よくなると思う。あれさ、うん。ありましたけど。はい、最後に一つだけ質問、うん、はい、俺はさ、うん、メインを聞いて、うん、コーラスを当てるって感じでやってんだけど、うん、そうじゃなくて、うん、自分は自分で、うん、なんかこう音の軸は自分で持ってた方が絶対いいのかな。持ってた方が絶対いい。それ間違いない、うん、ボーカル、メインボーカルが正しく、うん、音が取れてなかったとしても、うん、こっちはこっちで自分で基準持って、うん、正しい音程で出した方がいい。もちろんです。あ、そうですか、はい、つられんだよね。いや、それはしょうがない。コーラスはつられて、コーラスの方が難しいけど、うん、ただ その歌えるか歌えないかって本当にその何だろう、カラオケのレベルの問題だから。まだまだそこですか。カラオケ行っちゃえ。何度も歌う。何度も歌う。すげえことになれる。そうだね。なるほど、うん、多分そこから、それは多分一番重要な気がするけどね、うん、かもね。まずはね、うん、分かります。よろしくお願いいたします。先は長いということで。そんなでもすぐですよ。あのカラオケ週一で行ってください。なるほど。確かにね。あ、知り合いと一緒に。踏むにはね。そうそう、レオ君と行ってください。あ、分かります。よろしくお願いします、はい、あ、でカラオケ行ってもラップを歌わないようにね。あ、そうなの。普通の歌を歌いましょうね。アッシュとかダメだな。アッシュ、アッシュでもいいよ。で、恥ずかしがらずに。恥ずかしい、はい、ラップの方は恥ずかしい。じゃあボリューム21は、はい、そんな感じで、こんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。